カハマルカは、ペルー北部の都市、標高2750メートル。山に囲まれた盆地にある、カハマルカ県の県都である。街並みは、植民地時代の面影を濃く残し、インカ帝国最後の皇帝アタワルパが、フランシスコ・ピサロによって遊兵され最後を迎えた、地としても知られる。街の起源は2000年以上前に遡る。ビン遺跡の痕跡が、 クンベマヨやクントゥルワシといった周辺の考古学サイトで見ることができる。1463年と1471年の間、トゥパック・インカ・ユパンキがこの地を征服し、カハマルカをタワン・チンスユに組み込んだ。歴史上のカハマルカの場所は1532年の出来事により確定される。アタワルパは、キトでの戦闘において兄弟のワスカルを破った。 クスコへの帰途において、アタワルパは、8万の兵を率いて、王位を要求し、カハマルカに泊まった。フランシスコ・ピサロとハイカの168人の兵士は、ピュラからの数週間の進軍の後に、ここで、アタワルパと面会した。フェルナンド・デ・ソトと修道士のヴィンチェンテ・デバルベルでは、投降勧告状を渡したが、アタワルパは拒否したため、ピサロが、インカ帝国は、 教会及び、スペインの敵であると宣言する口実を与えてしまった。不敵にも、スペインのコンキスタドールたちは、1532年11月16日に、カハマルカの戦いで、アタワルパを捕らえ、何千もの非武装のインカ市民や軍人を殺戮した。スペイン人はアタワルパを捕らえると、カハマルカの主要な寺院に遊兵した。彼らは、 アタワルパ配下の将軍たちを、もし攻撃をしたら、アタワルパを殺すと脅迫することで、攻撃を止めさせるように説得することができた。しかし、コンキスタドールたちも、わずかな軍事力しか保持せず、囚われのみ同然であった。当初、アタワルパは、スペインのコンキスタドールたちの意図を完全には理解して、おらず、自身の解放のための身の白金を彼らに申し出た。 インカ帝国が2ヶ月以内にピサロに金とその2倍の量の銀とで満たされた部屋を与えるといったものであった。スペイン人は申し出に喜びつつもアタワルパを解放する意図はなかった。この部屋はエル・クワルト・デル・レスカテとして知られている。最終的にアタワルパはコンキスタドールたちの意図を読み誤った。彼らは身の白金を得た後アタワルパを殺害した。カハマルカ。 ありがとうございます。